でも、じゃあでもですね、じゃあそしたらここだけ作ればいいじゃないっていう思いも絶対あるはずなんですよ。ここだけ作るだけじゃダメなんです。そもそもがこれっていうのはですよ、ですか？説明会セミナーとか、いわゆる戦略会議みたいなね、いわゆるそういった、ハイチケットを販売する、まあ、よく言うバックエンド的なね、そういったものを販売する、まあ、バックエンドもしくはミドルエンドを販売していくためのファネルとして使っていきたいわけですね。で、そのファネルを使っ、あの、その、ハイチケットを販売したい中で、この本を手にする人がどういう人かっていうのをきちんとね、限定しなきゃダメなんですよ。フィルターにかけなきゃいけないわけですね。それをやる作業が絶対必要だと。